皆さんこんにちは、犬ぶんチャンネル犬ぶんです。はい、チャンネル登録、そしてツイッター、TikTok のフォロー、いいね、よろしくお願いします。はい、ですね、本日はね、ちょっと変わった企画というか動画をさせていただこうかなと思うんですけども、アクスタなんですよ。で、皆さんアクスタってどういう風に飾ってますかという、まあ、もう後ろに見えてるんですけど、私こういうコレクションケースにね、入れているんですけども、まあいろんなね、飾り方皆さんされてるかと思います。で、今回やる企画というか、お話は、あくまで個人的な感覚で思っていることなんですけども、飾っていく上で、良かったなっていうアクスタ、悪かったなっていうアクスタをご紹介したいなと思います。こちらね、五等分の花嫁のミクちゃんのね、アクスタにちょっと絞ってで、ね、お話しさせていただこうかなと思います。今、悪かったってお話ししたと思うんですけども、デザイン的な意味で言うと、デザインっていうか、まあ、ビジュアルね。そういった意味で言うと、全然文句はないです。飾る上で、ちょっともうちょっと工夫してほしかったなっていうのを、私なりにね、思ったところをね、お話しさせていただこうかなと思います。はい、じゃあね、悪かったというか、まあ、困ったかな。うん、困ったという観点で、トップ5をね、ご紹介させていただこうと思います。はい、まず第5位がですね、こちら。これ、ロリッタスタイルかな。どこだったっけな、メーカー。ちょっと忘れちゃったんですけども、ロリータスタイルの、ミクちゃんのアクスタです。いや、まあ、可愛いんですよ。まあ、これから出てくるのも全部可愛くて好きなんですけども、じゃあ何が悪いの？何が困ったの？っていうのは、これ、頭の上に、この穴があるんですよね。これ、まあ、キーホルダーのボールチェーンを通すやつだと思うんですけども、まあ、それに穴がついちゃってるっていうのが、ちょっとね、違和感があったかなっていうところです。で、まあ、これね、大きめのアクスタとかね、当然キーホルダー代わりにして使われる方いらっしゃると思うんですよ。まあ、それでいいんですよ。結構そういうタイプのものあるんですけど、これね、本体に穴があるんですけども、台座には何もないんですよ。で、よくあるパターンは、本体に、こうボールチェーンを通す穴があって、かつ台座もね、一緒にその、本体と合わせてボールチェーンを通して飾る。まあ、2連とか3連みたいな形で、アクリルスタンドをキーホルダー化できるみたいなね。そういったものは結構あるんですけども、これね、本体にしか穴がないんですよ。じゃあ仮に本体をキーホルダーにした時に、台座どないすんねんっていう話なんですよね。ね、取り残されちゃうんですよね。うん、そこがね、どういうこういう設計にしたのかなってね、ちょっとね、疑問を感じました。という感じです。はい。で、続いてがですね、こちら。これね、ちょっとね、炎上騒ぎになった、地雷系ファッションのね、ミクちゃんのアクスタですね。で、合わせて隣に映っているのが、これがね、ちょっと量産型っぽい感じのね、デザインのミクちゃんのアクスタになります。で、これ何が不満なのみたいな、何が困ったのって話なんですけども、コンセプトを分けて、左側の方が、まあ夏バージョンみたいなスタイルで出していて、で、その後、ついで、この右側のね、地雷系のファッションという形で、同じメーカーさんが出してきたんですね。なんですけど、これ、もうパッと見でわかると思うんですけど、サイズ感が全然違うんですよ。で、他のメーカーさん、大体サイズ感揃えては来るんですけども、このミクちゃんのね、背丈の違い、なんでこうしたっていうね、揃えろよっていうね、ちょっとね、そのね、不満がありました。ほんとね、ビジュはすごいいいんです、どっちも。すごい好きで、もうツボなんですけども、今後ね、揃えてほしいなっていう気持ちを含めての第4位の評価をさせていただきました。はい。で、続いてがですね、こちら。これ、バレンタインスタイルの、これ、ミクちゃんのね、アクリルスタンドになります。これが、アニメユニバーシティコープさんっていうメーカーさんからね、出されているものなんですけども。まあ、これね、結構人気あるんですよね。うん、すごい人気あって、ビジュもすごい可愛くて、ファイブコレクションみたいな形でね、展開されています。で、キャラ特需とかでもね、ファイブコレクションっていうのは結構出てると思うんですけども、何が困ったのっていうところなんですけども、はい、こちら。もう一つね、5コレクションのね、別のデザインのものと並べてみたんですけども、台座を見ていただければと思うんですけども、この背丈はね、それぞれあんま変わらず、ほぼ統一感が取れてるなって感じなんですけど、この左側のバレンタインスタイルのミクちゃんの台座、でかいんですよ、これ。縦にも横にも。でかいんですよ。で、これをね、飾って、まあ置いた時に、まあ右側に映ってる、ミクちゃんのね、台座の
1.5 倍ぐらいのサイズ感になってるんですよ。で、もう、ものによっては、倍とか3倍ぐらいのね、幅を取っちゃってるんで、いや、もう飾るときめちゃめちゃ困るんですよ。この分で幅取っちゃうんで。まあ、ただね、私飾るときとかも、こう、なんでしょう。アクスタとアクスタを並べて、そのアクスタの台座の間ぐらいにもう一個ね、置くとかね。そういう、置き方もしたりしてるんで、まあ、それはね、ちょっとできるっていうところは、多少なりは救いかなと。まあ、ただね、これはね、めちゃめちゃでかかったんで、結構最初困りました。はい、で続いてが第2位なのかな、こちらスケーターガールのミクちゃんのアクスタになります。でこのスケーターガールは私も上位に入る好きな美女なんですよ。でもこれが出た時に速攻予約したって感じなんですけども、じゃあ何が不満なんだよっていう話っていうと、こちらもねちょっと比較をしてみたいんですけども、はい、同じくねこれ別パターンでスケーターガールのデザインとしてねアニメユニバーシティコープさんから出されたものなんですけども、これもね台座問題なんですよ。2つね見比べていただければわかると思うんですけども、台座の横幅の長さがね倍ぐらい違うんですよ。右側のやつは結構コンパクト最低限って感じなんですけども、左側のねやつはそれのね倍ぐらい、倍だとちょっと言い過ぎか 1.5 倍ぐらいかなっていう形で、これもねちょっとね幅を取るんですよ。じゃあそのアクスタ本体のねこう横幅感とかその支えることを考えてめちゃめちゃ長くしたのかなと思いきや、右側のやつとさほどそんな変わらないはずなんですよね。極端に横長になってるとかなんかそういうわけでもないし、別に右側のアクスタと同じぐらいのね台座のサイズ感でもいいんじゃないかなと思ったんですけども、なぜこのサイズにしたっていう、ね、ちょっとね謎なこの設定でちょっと困りました。はい、で最後第1位ですね、こちら。これねアニメイトさんかな展開されていたアクスタです。アニメイト限定なのかなこれ確か。で可愛いです、本当に非常に可愛いです。可愛いんですけど、これも台座なんですよ。台座問題で、特殊な台座、これがねちょっとね立体というか変化、上下二重構造みたいになってるんですよね。なんかちょっと高くなってる。普通の台座だと平べったいの1枚でそこに本体差し込むだけなんですけども、こういう2段階ぐらいの高さになっているんですよ。これをやることで、さっき話したように重ねてちょっと飾るとかっていうのも結構難しかったりするのと、この分上にかさ増しされてるんで、高さのね、調整が結構大変だっていうところですね。あとはですね、このドレスがパーって横に広がってるんですよ。で、これね、結構な横幅感とって、これをパッと置くだけで正面向きでもいいですし、斜め向きでもいいですし、いろんな角度でこう置くことをチャレンジしたんですけども、まあ幅取って他のが置けなくなるんですよ。これだけで2つ分ぐらいのね幅を取っちゃうっていうね、非常にね困ったアクスタです。可愛いんですよね。はい、という感じでね、ちょっと困ったアクスタですね、こちら5000円をね紹介させていただきました。で、続いてですね、良かったなっていう感じのアクスタですね。はい、まずですね、第5位。5位とかこれね、差をつけるのはあんまないんですけども、まず第5位は、こちら。制服スタイルのミクちゃんのアクスタ。もうこれはね、全体のサイズ感と台座のバランスと非常にいいです。飾りやすくて。最高ですね、これは。もう文句なしの形状のアクスタだなと思いました。はい、でどんどんいっちゃいますね。第4位がこちら。これ冬のデートスタイルかなんかのやつだったかな。これどこだったっけな。これメーカー忘れちゃったな。これもね、先ほどのとついで差がないくらいね、形状、まあ、全体のバランス感、台座のサイズ感とかも含めて非常に素晴らしいなという感じがしました。で続いて第3位、はい、こちらですね。こちらはね、アニメイトで展開されてたやつですかね。幼少期の時と、高校生の時と、大人になった時の。これがね、それぞれ3つ全部、1つでね、素晴らしい美女が揃ってるということ。で、それの割にね、結構ね、さっき言ってた台座とかのこともそうですし、幅感とか高さ的なことも踏まえると、そんなにね、ガサバらないというか、うまい具合に作ってるなーっていう感じがしました。これはね、結構お得感のあるアクスタだなというふうに感じました。はい、で、続いてが第2位に当たるのかな？こちら。これね、さっきも登場したんですけども、スケーターガールの
ミクちゃんの靴下です。で、スケーターガールのは両方好きなんですよ。両方好きで、デザイン的にはもういいんですよ。で、こっちは、まあ、さっきの結局台座と同じの話です。まあ、かなりコンパクトで、サイズ感も非常に良くて、今まで紹介したね、5位から3位までね、紹介したものとほぼ変わらないぐらいのサイズ感で、非常にね、お気に入りのアクリルスタンドになってます。はい、で、堂々のね、お気に入り第1位はこちらですね。地雷ミクちゃん。夏バージョンの地雷ミクちゃんみたいな感じですね。これね、結構でかいんですよ。でかくて、フィギュアサイズぐらいなんですよ。なんで、他のアクリルスタンドと一緒に並べるとなると、結構大変なんですけども、フィギュアとね、一緒に飾るっていう意味で、まあ、割り切ってね、いいんじゃないかなと。で、こちらもね、もうずっと台座の話しかしてないんですけども、このデカさの割に台座は比較的コンパクトなんですよ。で、もうあとはもう言うまでもない美術なんですよ。美術がね、多分、今のところ一番好きかなっていう感じですね。ミクちゃん美術の中で第1位の美術になってます。はい、といった感じでね、もうあくまで本当に、犬プのね、個人的な感性でね、お伝えしたアクリルスタンドのランキングなんですけども、他にもいろいろあります。困った案件とか、良かった案件とかっていうのはあります。なのでね、皆さん、それぞれね、感性違うと思うので、いや、私はそれもっとよく感じるよとか、いや、私それあんまり良くないと思ってるよとかっていらっしゃると思うんですけども、まあね、それ人それぞれなんでね、皆さんそれぞれの楽しみ方でいいかなと思ってます。で、最後ね、一つ言いたいのはね、なるべくね、企画をね、揃えてほしいなっていう気はしてます。うん、これもね、性格の問題になってきちゃうと思うんですけども、もしかしたらそういう風に思われてる方いらっしゃると思うんで、共感されてる方ね、ぜひコメントいただければなと思います。はい、ということで、本日はアクリルスタンドね、今日はミクちゃんに絞らせていただいたんですけども、まあそちらをね、飾る上での、まあ困った案件、良かった案件、こちらのね、5選それぞれご紹介させていただきました。本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録をお済みでない方は、ぜひチャンネル登録と高評価、コメントお待ちしております。そして Twitter、TikTok のフォロー、いいねもよろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。またねー。バイバーイ。バイバーイ。